しくなってきたということで、坂荘さん恒例のイベントがあるそうですね。はい、この度秋の感謝祭を開催予定となっております。今回の内容はどういった内容になってますか？はい、イベント内容としましては、年に一度の人形供養祭と春の感謝祭でとても反響のありましたエンディングフォト撮影会、また当日は各種セミナーを開催いたします。かなりボリュームのある内容ですよね。はい、ありがとうございます。本当に皆様のことを考えて、一つ一つスタッフみんなで考えたイベントとなっております。その目玉の一つ、人形供養祭、もうこれはかなり恒例のという感じですよね。はい、ありがとうございます。本当に人形供養祭考えながらしております。この夏が過ぎ、夏のお盆が過ぎ、秋の彼岸までに大切にしていただいたお人形を供養させていただきますので、ぜひよろしければお持ちになってください。こちらの方、お人形をどのように持ち込めばいいんでしょうか？はい、当日持っていただける方は持ってきていただいたらと思いますが、なかなかお仕事などでご都合が合わない方、参加できないお客様のために、9月15日金曜日より人形供養祭の事前受付を坂荘ラウンジにて行う予定となっております。皆様からお預かりしました供養料は、地域発展お手伝いのためにすべて坂出市社会福祉協議会に寄付させていただくようになっております。じゃあ、ね、大切なお人形とお別れしたそのお金がそういったふうにまた生かされるっていうところで、本当に嬉しいことですよね。はい、ありがとうございます。本当に皆様のお預かりしたこちらの供養料金を地域発展のためにお使いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、大好評のあれが実は今回もあるんですよね。はい、春の感謝祭では大好評でした、エンディングフォト撮影会をこの秋の感謝祭でも開催となっております。なかなか写真を撮るって正直ちょっとなかなかね思うこともありますが、本当にこの機会に撮っていただいた皆様、笑顔でいい写真が撮れると思いますので、ぜひ立ち寄っていただいたらと思っております。ね、もう最後の写真という言い方はあれなんですけど、でもやっぱりとびっきりの笑顔でいいお顔で残したいですもんね。はい、そうですね、本当にプロのカメラマンが撮影をしていただいて、またメイクの方もさせていただくようになっております。メイク付き写真撮影会は大変好評で、事前受付のみとなっておりますので、この撮影会気になる方、詳しく知りたい方は弊社まで問い合わせください。よろしくお願いいたします。ました。いや、今回いろいろ内容が本当にたくさんあるということで、ぜひちょっとこちらの方に足を運んでもらえるといいですよね。はい、本当にこの人形供養祭、またエンディングフォト撮影会、そして当日には各種セミナーも開催予定となっております。こちらの坂出葬儀社はいつの時代もお客様のことを考えたイベント作りをしております。ぜひこの秋の感謝祭、たくさんのご来場をお待ちしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。